ウゲンワンチュク、ウゲン、ワンチュク、ワイリー、方式、王、ジーアンダバンファイングは、初代ブータン国王。500ニュルタムシェヘイに肖像が使用されている。1862年に、トンサペンロプであった、ジグメ・ナムゲルの息子として、ブムタンのワンデュチョリン宮殿にて生誕した。ジグメ・ナムゲルは、ブータン北部のクルテ地方に定住した構想。 ペマリンパの孫であるドゥンカルチェジェ一族の出身で、母は、ブムタンの、ジャカル地方の貴族ラルンペルギドルジの子孫である、ジャカルドゥン一族の出身であると言われている。1870年、父のジグメナムゲルが、世俗の支配者であるデブラジャ、弟子になると、パロペンロプのチェワンノルブと、プナカゾンポンのゲドプが反乱を起こしたため、反乱平定のために、パロに送られたが、 反乱平定後もパロに残り、その地を治めた。1874年、ジグメ・ナムゲルは政敵を倒し、ブータン全土を掌握した。1879年、パロ・ペンロップに任命された。1883年、最後の内戦がブータンで起こった。ウゲンワン・チュクはブムタンへ兵を送り、ジャカルゾンとトンサゾンを支中に治め、1882年、トンサペンロップとなった。 また1876年には、政敵であったパロ・ペンロップとプナカ・ゾンポンをインドやダージリンに追放しており、トンサ王朝の基盤はこの時点で完成していたエル。1884年には、イギリスの補助金をめぐり、ティンプル・ゾンポンとプナカ・ゾンポンが反乱を起こし、パロ・ペンロップもこれに加勢した。ウゲン・ワン・ュクは4000人の兵をティンプルに送り、チャン・リミタンの戦いで、 反乱軍を破った。この勝利により、1865年以来、断続的に起きていた内乱にも終止符が打たれ、ウウェンワンチュクは、近代ブータン建国の父として、シャブドゥンガワンナムゲル以降のブータン政治史において、名を残すことになった。1903年に、デブパムサンゲドルジが職を退き、代わって、チョレトゥルクイ,イシェゲドゥプが、国王、閣僚、宗教界の支持のもと、 デブケンシャブドゥンの職に就いた。しかし彼の政治は評判が悪く、1907年には大尉を迫られ、パロのサンコル寺院に撤去させられた。同年12月17日、宗教会、議員、各地方の村長、国民代表が集まり、プナカで会議を行った結果、ウゲンワン塾をブータン王国の世襲国王として選出することが決まり、 1651年以降シャブドゥン、ガワンナムゲルによって確立され継続してきた宗教界のシャブドゥンと世俗界のデブというブータンの二重統治体制は終焉を迎えた。この時イギリスはウゲンワンチュクの強力な指導力に注目し彼によるブータン統一を予測しており即位に当たり重要な役割を担っていたとされる国民の冬を その第一目標に掲げた内政を行い、近代的な学校の建設など、西洋的な教育体制をブータンにいるし、インドとの貿易、商業奨励のために、国内の交通、通信網の整備に力を注いだ。近代化を進める一方で、仏教の保護にも力を入れ、僧侶の修行場や寺院の建設、修復活動も行った。外交に関しては、 ブータンは当時インドを植民地としていたイギリスを支持する立場にあった。1889年、ウゲンワンチュクはパロペンロプを親善施設としてカリンポンの英国インド駐在官に建する一方で大親皇帝の漁事の受け取りを拒否している。1903年にイギリスのフランシス・ヤング・ハズバンド陸軍大佐率いる遠征隊柄さえ向かうとにはイギリスを支持しただけでなく、 共に、ラサへ赴き、1904年の映像会議長院の中介役を買って出た。これを受けて、1905年には執気無行政官のジョン・クロード・ホワイトからインド皇帝中級君爵氏ナイツ・コマンダー・オブ・ザ・インディアン・エンペラーの称号を授与された。この過程を経て、イギリスとブータンの関係は強化されたと考えられる。1910年2月12日、 真の中倉大臣長治豊かの軍隊がサを占領し、ガライラマ13世は亡命を余儀なくされた。清の脅威に備え、彼は1865年11月11日に、調印したイギリスとの新チュラ条約を改正、プナカ条約を1910年1月8日に締結した。これにより、ブータンに対して真の影響力が及ばなくなり、 英領インドとの関係が密接になったが、当時イギリスはブータンをイギリス州主権下の一時国としてみなしており、インド帝国の正式な一員とは考えず、インドにおける反王国と同等の立場として扱った。ウゲンワンチュクがイギリスと運命を共にすることを決心した理由は四つ考えられる。一つは1904年に夏にイギリスがチベットの制圧に成功していたこと。一つは、 真の拡張政策に対する脅威を防ぐこと。一つは、イギリスの意向がない状態で、政治的統一体としてのブータンの存在が不可能であること。最後に、イギリス支配下における、インドの発展を目の当たりにしたことである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。